どうも皆さんこんこにちはンでございますイエイ裏ピースはなんかこう良くないとかいう人いるよねまあいいんだけどさ今日はですねタムロンの、えー、7210mmF4DIVCUSD というレンズでございましてこれね仕事用にえっ、ー、と前はね、えー 経緯から説明すると、いつも通りすごい周りくどいんだけど、経緯を説明すると、ソニー、私昔、最初はキャノンの一眼レフを使ってました。その後、ミラーレス、まあ簡単に言うとミラーレスに移行するときにソニーに行ったんですよ。で、その後でもう一度キャノンのミラーレスに EOS R が発売されたお、いいじゃんつって EOS R に乗り換えたんですね。 でその時に、えー、仕事で使うのに、まあ一応標準ズームと、意外とね標準ズームはなくてもなんとかなること多いんだけど、単焦点があればね、標,えーまあ、標準ズームと、あと広角ズームなんだかんだ使うんですよ。で、あとは、えー、望遠ズームですね。 の3本がいるんだけど、なんかこう、ちょうどいいやつがないなって思って、えー、EF の 7200mmF4LISUSM とかも前使ってたんだけど、それもう売り飛ばしちゃった後だったんで、まあなんかいいのないかなと思ったら、ちょうどここにタムロンの7210。ちっちゃくて軽くて、こ本当に僕はあの、手、必ずしもでかくないんですけど、これぐらいのコンデンサーマイクと変わらないぐらいの <laughs> AT4040 持っている人はわかると思うんだけど、これぐらいのサイズで、重量も全然ないしね。 重量いくつなんだろうね。何グラムかわかんないです。まあまあ、ほんと軽いね。軽細系のレンズ、非常に気に入っております。で、このレンズのレビューをすればしていなかったなと思って、このレンズね、あの、えっ、えー、とね、どっちかというと、短所から言うと、まず前にも動画にしたんだけど、三脚座がおまけでついてこないのね、まず。 で三脚座が負けてついてこないので、別売りで1万円ぐらいする、まあ、運動会用の手持ちで使う前提のレンズだからいらないでしょっていうことだから、それ自体は別に非難することないんだけど、別売りでついてくる三脚座がね、別の製品ではあるんだけど、しょぼいのに1万円以上する上に、こう、まともに動かないのは困ったもんだなという感じの、あのん、ん ある程度締めて、ほら、緩めてこう、三脚座に乗っけてカメラ側でキュッて動かすじゃん、こう。クッ、こう。てしか動かないレンズで、結構困っちゃったのね。ここにシリコングリスを塗る塗るといいよとか、あと何この指標がさ、その横位置にしたとき、縦位置にしたときって一応こうドットがあるんだけど、 まあその前にあの動画作ったときにこうデザイナーのわがままって言いましたけど僕も本当デザイナーのわがままでしかなくてでかいドットとかつけたらダサくてデザインが崩れるからつけたくありませんっていうデザイナーさんのわがままだと思うんですねこれは実用性をもうちょっとここは重視しないと危ないよって,だってもうちょっと暗いところであのレンズ縦横ってやったりすることあるね全然あるんで,でそうコメントに今度はこのそこにあの自分で蛍光マークとかつければ。 いいですよちょ,ちょっと工夫をすれば使いやすくなりますみたいなおっちゃんもいたんだけどいやそうじゃなくてメーカー側の責任としてまともに使える状況で出,す出した方が良くないっていう話でレンズの取り付け指標もここにちょびっとだけあるんだけど、まあ、ギリギリだよねこれ以上ちっちゃいとまた視認性悪くなるんだから、まあ、あの悪くなるんだからじゃなくて悪くなるので、えー、その辺りが困ったもんだなというのと、えー、あとなんだろうオ、えートフォーカス遅いだいぶ遅い。 オートフォーカスの動作自体はすごく静かでジェントリーな感じなんですよ。だけど、えっ、ー、とね、EF のボディにつけてみたのね。これあの EOS R だからダメなのかなと思って、まあ、あの純正とはいえアダプター越しなのでダメ,ダメなのかしらって思ったんだけど、思って EF のボディにつけてみたんだけど、よくないね。あのー、全然いい動作を。 してくれないとね癖としてこ,、ま、こっちがズームリングで俺ね逆にこれは気に入ってるんだよねズームリングの方向がどっちがどっちとかもあの別にいいんでこの動作の仕方まずえっ、ー、とねまあまあ近いとこにピントの距離がある場合でもにーってこうスッピピッじゃなくてニューって会いに行ってピピっていう感じでである程度以上ピント位置つまりえっと ピント位置が現時点で最短のところ最短とかのその付近にあって無限遠あたりのところにピントを合わせようとするとそれもニューっていう感じ一んねこっち国中フォーカスリングの、ね、一番近いところにして無限遠じゃないんだけどその辺のまあまあ5メートルぐらい先のところにピントを合わせてみると 入ー、はい、ありました <laughs>。っていう感じ。ごめんね、厳密な検証はしてないんだけど、してないとか、厳密な検証動画内ではやらないんだけど、そんな感じで、ああ、あーっていう感じ。でも、あのー、たまに仕事で使ってて、こう容赦者く仕事で投入して使ってて、プライベートで全然使ってなかったんですよ。ほとんどね。遊びでチラッとしか使ってなかったんで、あまり使用頻度高くないんですけど、そういう動作の仕方なんだけど、別に困んなくて、えっ、ー、とね、 あまりにも動作しない時とかがあるんですよ。例えば、近接にピントが合ってる状態、レンズの中でね、ピントが合ってる状態で、まあまあ遠くのものに射体を合わせようとするときに、半押ししてもオートフォーカススタートしないことがあって、おお、待ってお前頑張れよっていう時は、こっちでグリグリって強制的に動かしてやると、あ、はいはい、わかりましたって言って、突然こう、起き上がって動作し始めるようなこともあるんだけど、 まあでも,もっとひどいカメラ、もっとひどいレンズ、いくらでも使ってきたんで、別にそんな程度のことはどうでもいいやぐらいの、まあ、なんとでもなるよって感じ。で、写りに関していいので、写りに関してはですね、タムロンが、タムロン僕が使ってきたのって、えーっと、A09 ですね、2875か、28から7 5ミリの F2.8 ってやつね、あればよく使ったよ、あれ、3本、4本ぐらい潰したから、それぐらいよく使いましたけど、 潰したのは2本かな、えー、で1本上げたかそういえば。今ね手元にないね。あれはいいレンズだったから手元に置いといてもいいと思うんだけど、えー、当たり外れがあるんだよね正直ね。外れると肩ボけがあったり、えー、微妙な外れで微妙に甘い感じの描写になったりするやつもあったりするんだけど、うん、当たるとカリッカリの非常にいい打つをするんですわ。あとオーートフォーカスがこう 一眼レフのボディの時代、一眼レフの時代のレンズなので、あの、もちろん、あの、オートフォーカスじゃーこじゃーこ系なんだけど、早いよ、結構。じゃーこじゃーこの割に早いから、全然、その辺も全然気にならないんだけど、あのね、え、オートフォーカスのレンズ側での精度がどうもめちゃくちゃ良くはないっぽくて、え、そのあたり、いろいろ問題はあるんだけど、あの、いいレンズで、全然いいレンズで、あれ。非常に気に入ってます。使いようだからね、あれは。あの、もっと根本的にダメなレンズっていっぱいあるから、 でそのあたりとあとは 1735mm の F2.8 から4っていう古いなんか不思議なフレアが出るやつよ。メーカーにメンテ出してあの逆光入社した時にこう赤いリングが出るんだけどこれ何ですって言って。 でタムロンさんにね送ってメンテしてもらったんだけどあのいや分かりませんって言って帰ってきたやつあまあ仕様、まあ、ならしょうがないわって言ってそれもこの間あのタムロン3点セットで上げちゃってね若い子にねっていうのとあとは 7200mm の,、mm、の F2.8 の手ぶれ補正がない。 古いやつですね三脚座が壊れた三脚座のネジがボリンってあの頭が折れたので頭が取れたのでプラスチックの部分があの三脚座のネジだけ売ってくれませんって言ったらいや三脚座足で買ってって言われてあわ分かりましたって言ってネジだけホームセンターで買ってきてってそれもあげちゃいましたねあも結構いいレンズだったんで俺タム,の、ね、タムロンはねタムロンは結局僕の印象としては旧,旧世代のタムロンね一眼レフ時代のタムロンの印象としては映りは 使えば全然いける感じえなんだけど例えばオートフォーカスとかなんだろうレンズの組み付け自体安いからさレンズの組み付けだったり耐久性だったりそういうところでまあまあそりゃキャノン L レンズと比べるとそれはまあっていう感じなのねだけど使いどころ間違えなければ全然映り好きだしいいよねむしろそのキャノンがこってりこってりになりすぎるのをタムロンがまあまあ相殺してくれる時なんかもあって。 逆に言うと,、えー、と、キャノンであっても、いい感じに、こう、過不足ないトーンで撮れちゃうときには、タムロンだと物足りない場合があるんですよ。なね、キャノンのね、レンズ使われてる方は、皆さん、多分共通だと思うんだけど、なんだろう、冬の直射日光とかで撮ると、もう、ギットギッとというか、もう、シャドウ、なにこれみたいな、こう、なんていうの、<laughs> ハードすぎる写りになるときがあるでしょ。ハードっていうか、まあ、その、コントラストがきつすぎる写りになることがあるでしょ。そこをこう、タムロンがいなしてくれることもあれば、 えー、そうでもないこともあってそれは L レンズだろうが当たり外れはその光によっては被写体によって当たり外れは必ずあるんでタムロンは掃除でダメということは全くなくてハマると全然いいしあと老元像前提で撮ってるから別にまあまあまあいいしも,もちろんタムロンっぽい写りするんだよねでタムロンって前から言われてるのはそのシャープでシャープな写りをするんだけど、えー、色のりはあんまりよくないんですね。 でトーンもとこうすごいトーンなるなんとか何て言うんだろうものすごいトーンっぽい表現をするかといわれるとそうでもない結構あのコントラスト浅い感じの映りをするから、えー、どちらかというと爽やかで、えー、テクスチャーをサラサラッと見せに行くような表現が向いてるかなっていう感じがするのでポートレートで使って好きっていう人も結構いると思うし、えー、と思ってます。 で、最近ミラーレス時代の最近のタムロンを見ているとですね、例えばえーと E マウントの2875新しく出ましたね。片番忘れたけど、えをちらっと使わせてもらったりした印象はね、やっぱタムロンらしさはサラサラっと爽やかで、色のりはそうこってりこってりではないんだけど、いい感じに、なんて言うんでしょうね、まあ、不足ない感じの写りっていうのは変わらず、なんですよ。で、あとはなんだろう。 新しい200、うん ?70、200とか、あとなんだろう。あ、ちょっと過渡期だけど EF の2470の1世代目、2世代目をチラチラと貯めさせてもらったり、35mm の F1.8 だっけ ?1.4 だっけなんか2種類あるんだよね、確か。 あの辺もチラチラらと試させてもらったんで。なんか似たような映りでね、やっぱタムロンって感じの映りをするんで、変わんないなで、あとはね、そのオートフォーカスが速くなったなとか、組み込みのその組み付けの精度が高くなってるなって感じはすごくしますね。ちょっとずつ高級志向にタムロンもなってきているっていう部分があって、非常にいいなって。 って思いつつですよでこの 70210mm を買ってみたらオートフォーカスだけは遅いんだけどそれ以外について写りはあのサクサクのいい写りをするんでかなり気に入ってます。で仕事でこれを買っってしまったためにあのー もしスポーツとか撮るんだったら、あのこれ最初買ったのは7200の F2.8 の,の RF マンドのやつあるでしょ、もう出たんだけど、あれが出るまでの、とりあえずつなぎとして、どうせ30万ぐらいだろうから、それまでのつなぎとして待とうって言って買ったんだけど、これ買ったら、どの道俺、動きの速いもん撮らないし、結構癖はあるんですよ、オートフォーカスとか癖はあって、速くはないんだけど、結構気に入っちゃったんで、別にこのままでいいなっていうふうになりました。それぐらい結構いいレンズで。 万能ではないし、動き物はね、あまりやめた方がいいかなという感じは正直しますね。あの、スポーツ撮ってる方なんかだと、この辺からその辺にみたいな、こう、ピント距離が、あのピント距離の移動が大きいシチュエーションの時には、かなりうわーってなることがあるんで、<laughs> 僕の場合例えばイベント撮影で、ずっと同じ距離の講演会の,その登壇者の人とかで、例えばオートフォーカスで EOSR にくっつけて、顔認識、顔認識、瞳 AF? で、まあ、顔、顔認識して、頼むよみたいに、半自動でやるときにも、まあまあ、まあまあ別に動作するし、そもそもあんまりめちゃくちゃ期待しないやつもあるんだけど、で、顔側認識されにくい人の場合は、普通に、えっ、ー、と、即興点の自分でね、ここ,こにピントって親指で液晶見ながらグリグリってやって合わせるやつで別に何にも問題なく合うので、ピント距離が激しく移動するようなもの以外については、このレンズ全然おすすめです。うん。大丈夫なはず、と思います。で、 それにプラスしてですね、その映りについても、最近その僕、まあ個人的な話なんですけど、えっと、富士のカメラをずっと使ってきて、富士のカメラがだいたい使い方が分かっ ようやくトーンがつかめて、あなるほど、こういうカメラで、なるほど、エモくなるわ、みたいな感じがして、で、その後で自分が、例えば、今はそのコロナウイルスの影響で、外出られないんですけど、どっかに旅撮りに、できればマカオとか行きたい、あのね、マカオに今年の頭に行くつもりだったんだけど、マカオに行くのがね、あのー、コロナウイルス出始めの時で、で、これは、当時はまだね、え1月の 終わりかな確か1月の終わりぐらいでなんか謎のウイルスが出ているって言ってこれ多分,多分な確率はすごく低いんだけどその中国本土でも武漢近いわけでもないしマカオだからね。と思うんだけどいやーどうしようかなって言ってウイルスもらってきちゃうのが嫌だなと思って自分がかかるのも嫌なんだけども当時すでにあれかなその40代以下とかはその重症化滅めったにしないっていう話が出てたんで。えー まあ一応や行くのやめとこうかなっていう周りのおっちゃんたちのアドバイスもあってやめといた方がいいんじゃないっていうおじさんたちって堅実だからさ <laughs> で,もでも従っといてよかったよ本当にまあ俺もそ,のそこでリスク取ってもうしょうがねえなっていうところがあったんで報道の人じゃないでねと思ってやめといたんだけどそこのその時に予約したホテルの人が半年以内だったらリスケジュールっていうのその 予約振り替を無料でやってあげるよって、本当はキャンセルより100%の、そこ。100%だから、あの、完全没収となんだけど、あの、振り替だったらいいよって、ただもちろんシーズンによって、ハイシーズンでその差額が発生するときはもらうけどね、みたいな丁寧なメールもらって、あ、そんな、そんな言ってくれたら行く気になるじゃないですか、また。 またできれば行きたいなとも思ってるんだけど6月7月までに収束するかどうかですよね収束するのかな俺かなりかなりきっちり安全になってからじゃないと俺も動きたくないなってその自分がやっぱり感染する道具じゃなくてもらって広めたくないんだよねやっぱね嫌じゃんだってさまあまあその話はまだ別ですけどもというふうに思うのでえーマカオに来てみたいなことを考えてるんですねで富士のカメラを使ってきて富士は富士ですごく気に入ってるのこう何て言うんだろう ボーガの状態になってこう、わーって、わーって撮りまくれるんだけど、僕ね、そのウラジオストック行ったり、まあまあ、あちこちね、ちょいちょい毎年あちこち行くようにしてて、旅スナップを仕事でやるつもりにではないっていうか、難しい話なんだけど、えー、とい,いろいろ紆余曲折があって、いわゆるストリートスナップっていうのは、なんか、まあとりあえず、ついでに撮る程度のもんで、そこを主戦場にする気はもともとなかったんだけど、まあ本当にないなっていう感じになってきて。旅ででれるるドキュメンタリスティックである フォトジアナリスティックである、でもストリートスナップじゃない何か写真っていうそのフォトジャーナリスティックっていうのが一番近いんだろうけどいいところのラインを自分で見つけ出したいんですよ。でその時に全力で画質をも,もちろん旅カメラだから持てる限りになるんだけどその自分が持って持ち歩ける機材の範囲の中で一番いい画質で叩き出せるものをやっていくのも 一つの方向としてはありなんだろうなとその富,士で富士ってものすごい富士のユーザーの方に申し訳ないんだけど富士って全力のカメラって中盤の方に行くでしょだから富士の APS-C っていうのは本当にこう何気なく持ち歩いてて本当にこう撮る楽しみの方を追求している部分が大きいからその撮れた写真の画質っていうところで勝負してないじゃないですか結局ねそのんだろう あのキャノン L レンズのパッキンパッキンの感じとかなんだろうその画質のみで押していく感じじゃなくてもちろんそれって富士を使ったおかげでめちゃくちゃ勉強させてもらったところで下手をすると僕カールツアイス、まあ、全然好きなんでカールツアイスのレンズを使うとカールツアイスだからプラナー 50mm だからって言ってプラナー 50mm に合った被写体を探しちゃうんですよそれってもレンズ道楽やってる人間の典型で僕も完全にそこにはまってるんだけど そ,のそういう撮り方をしていくとレンズマニアしか喜ばないね結局はごく一部たまにヒットした時にいい作品になる可能性があるんだけど富士を使ったおかげで作品として写真を見せるっていうのはどうなんだろうしかもスナップ的なねその気負わずに撮っている気負わずに撮るっていうのは三脚を立てて夜景を撮るとかじゃなくて三脚か三脚じゃないかって僕の先輩の教えですごい大事だと思うんだけど僕も本当それ同感するところで手持ちで撮って自分が移動しながらパチパチ撮っていく形なんだけど 作品として他人に提示して、ああって言って、例えばプリントにした時に、プリントにするかどうかよね、何でもプリントやろうと思えばやればいいんだけど、そうじゃなくて、ちゃんと全く知らない人にプリントとしてこういうのを作品として作ってるんですよって言って、あ、なるほど、こうちゃんとアーティクルになってるねって言って、その人が壁に飾りたくなるようなっていう写真って何だろうっていうのをずっと考えてて、 でった時にそのキャノン L レンズまあ L レンズに限らないけどキャノンなりなんなりフルサイズで撮るとリッチすいちゃってなんか鬱陶しいんだよねっていうのをね僕ずっとお話をしてたと思うんですけどそう例えばプルプルすいちゃってどうなんかこうもっとぎシっとしたアンハッピーな感じというわけでもないんだけどもうちょっとシリアスな映画作りたいんだけどなんでこんなハッピーになっちゃうのっていうのがよくあるんですねでこの間もほら富士とキャノンの比較出したじゃないですか。っていうことをやったんだけど。 その富士を使うと程よくリッチさがないのでギシギシっとした感じになってくれるでしょであれってすごく楽ちんでいいんだけどそのあれはあれで必要な時にはあれがいつでも繰り出せるの分かった分かったと。でキヤノンはキヤノンでそのモノクロをやった時にたまに僕ヒットした時に こうおっ,っていうぐらいリッチなんだけどモノクロでリッチなんだけどいやらしいプルプルじゃないいやらしすぎないリッチすぎない感じのこうすごくいいラインのやつ描写することがたまにあってなんでかっていうと何をどうした時にそうなるんだろうなって考えた時にヒントの1個が RF35mm 使った時にめっちゃいいんですよモノクロね。 モノクロでやった時に特にこうあこうすごくちょうどいい感じのリッチなんだけどいやらしくないモノクロが撮れるなとこれはいいなってそのプリントノリもいいしこいつは一体何なんだろうって、まあ、結局考えた結果が3 5ミ、mm、リ r f の 35mm だったのねあれカラーだと微妙に物足りないんだけど不思議なトーンが出るんですよあのレンズすごくおすすめレビューしたっけあれねでそのあたりから考えていくとどうも L レンズを使ったり えだろうまあレンズによってはですねレンズによって映りがちゃんとこう豊かな写りをするレンズだとモノクロにした時にどうもその豊かさが残りすぎちゃってどうもうルサンチマンが刺激される感じになるな違うなって思ってで振り返っていった時にこのレンズで撮った写真がタムロン7十2 1 0で撮った写真が程よくギシギシででもフルサイズのセンサーらしいトーンのリッチさはもちろんあってみたいなすごくいいラインで収まってくれたんですね。 だからなんかそういうラインでやってみるのもありかもなっていうところで久々に 70210mm 引っ張り出して作例をまああとでね最後にまとめて出しますけどもすごくちょうどいい感じでカラーだと逆にちょいっと物足りない感じがする感じ <laughs> 物足りない感じがする感じ本当にそんな感じで非常に気持ちがいいなというところですでこれをえっと作品つっても何だろう 僕の想定してる作品ってそのいわゆるファインアートってやつだからあの何ポトレ作品とかじゃないのねだからポトレ作品とか撮る人については僕がもしも人間を撮るのをなんだろう ホトレ的なやつで人物作品、人物写真をまあひとまとめで撮ってプロジェクトとしてやりますと。と多分ね、L ターン使うと <laughs> あの L ネズ使うとも普通に。まあ、あと RF の 35mm もすごい気に入ってるからあれだけど、最近ね、85mm、EF の 85mmF1.4L、えー、あれは2とかじゃないよね、多分 l LISUSM? あれか RF の 35mm ばっかり使ってるんですね。ももっともっとと人,人間を あのポートレートものゴリゴリ仕事でやるなら多分 EF の3 5ミリの L の1か2か分かんないですけどあの辺を多分買い足すことになるんだろうなと思ってるんですけど今んとこ RF でちょっと寂しい写りなんだけどね L, L タンと比べると人間をいわゆる人物ものを作品としてやるんだったら多分そっちの L タンの方全然問題がないんでそっちの方行くと思うんですけどそういうイメージでおりましてですねそっからちょっと外れたかっこいい感じ渋い感じを表現したいしかもキャノンならではの渋さっていうのがあって それをうまいことを表現しようと思う。と僕の場合は L じゃないレンズの方が2405の L とか本当にリッチすぎてこう逆にイライラするぐらいで,でも仕事ではすごい良くて便利でねあれっていう感じなんですよ。っていう意味でですね、そういうえリッチすぎてめんどくせえなと思うような人にとっての選択肢としてタムロンが1個いいなーっていうふうに思います。このレンズ、描写としてすごく出来がいいです、はい。絞っても絞らなくてもいい感じ。 なんか細かいアートコードね玉ねぎボケがどうとかっていうのあると思うんだけどあんまり気にしない方なんで純粋にトーンとシャープさと立体感がどうかなんでそういう雰囲気でおります。で、もう一個余談なんだけどもう20分喋ってんのか。<laughs> でちょっとだけ余談なんだけどこれさこの7 0 2 1 0ミ、mm、リをスナップで持ち出すと結構こう7 0ミ、mm、リからってうってなるんだよ。で 標準ズームって2470とかでしょ ?24 から70ミリで、で、70ミリから200ミリっていうのがまあ普通でしょで、24ミリ以下が欲しいときは16、35っていうのがまあど、どこの、どこのメーカーでもっていうかまあどんなそんなようなもんでしょで、僕その、その、なんていうの振り分けが結構、なんていうの馴染まなくて、24、105使ってるとまあまあまあっていう感じがするんですよ。でも、35ミリ以下って俺あんま使わないんですよ。 でスナップとかしててね例えばその街角スナップをしていてもん、えー、でしょうねお仕事でスナップをしていても人の間にグリグリって入ってイベントスナップ的なことやってても超広角の時は2 4ミリ以下でズバーンっていうのを撮るんですよあと狭いとこ入った時に狭いとこでも無理やり撮るためにとかそういう時には1635の2 8ミリ以下要はを使うことがほとんどでで 標準ズームの2 4ミリまあ前半ですよね、3 5ミリかってね、あんまり出番がないんですよ。だからいらんがなと思ってたんですね。その代わり2470の時って7 0ミリで止まるでしょ。うわぁ、今日がうわぁ、つって、こうなんていうのもうちょっと欲しい時にもうちょっといかないですよ。8 5リかくらいは欲しいっていう感じ。だからいつも、この F4 投資であって、 でもう24-105の方を買っちゃうんですよ標準ズームそれだと僕すごく使いやすいんで,でしかもそれでもこう前半使わないんだけどねあんま使わないんだけど外観を撮る時だけ 24mm でバチャみたいなそういう感じなんですねでスナップ撮りすると本当にそういうんでしょう説明カットがいらなくなってくるんでしょ結局超広角とかその自分の旅撮りで全然使わないんでめったに使わない5%ないんですよいつも。 でも持っていかなきゃいけない部分があってそのフル画質とエピックな写真を。 撮りたたいいいなななっって思うんだったら外せない部分があるじゃないですか一応ね一応一応で1キロのレンズ持っていくの大りなと思ってたんですよで1 6 3 5ミリを持っていくということは標準ズーム足りないから3 5ミリから1 0 0ぐらいが足りないから標準ズームを一応持ってかざるをえないでしょでも標準ズームを持っていくと今度望遠が足りないから望遠が7200でいるから結構大三元的なやつが必要になるわけですよ小三元でも大三元でもいいんだけど。 でまあ、ボケ用にとか疲れた時用にってオートフォーカス単焦点の明るいやつとか持ってくることになるでしょなんかこうだんだん青臭いなと思っていたんですけど今日ふと思い出してあのタムロンが35から1 5 0ミリって出してんだよねあれポートレート用っていうなんでしょう冠で出てきたからそういう代名詞っていうんですかね歌い文句で出てきたんで全然スルーしてたんですけどあれスナップ用にいいじゃんと思って特に。 広角ンズバン系のその男の子っぽいそのスナップばっかり撮ってる人もいるんだけど僕もやらざるを得ない時はやるんですけどあんまりそれやらないまあそれは広角ズーム持っていけばいいんだけどこの35から1 5 0ミリって旅スナップで僕が使う画角全部入ってるんですよねそれあ多分ねそのレンズ買っちゃえば90%以上はそれで収まっちゃうですよマジで だからね、それを考えると、あそうかっ,って、キャノンの1635の F4L のレンズ持ってるから、1635と35150で、多分画角的にもうバッチリだあとはもう、使いたい描写のレンズ、マクロプラナー、これマクロプラナ 50mm、これもね、ちょっと作例、取りためたレビューですね、めちゃくちゃいいんで、このレンズ。おまあ、これをね、その本,本気の標準画角で、めちゃくちゃいい画質、画質勝負するぜみたいなカットは、これやればいいだろうし。 あと疲れた時用というかさりげなくふ,ふんっていう時用に RF35mm とか持ってもそれでも完成しちゃうなーって標準ズームがいらなくなるってことですねっていうのはすごくいいなーっていうふうに思うんでですねうんしかもねあの恐ろしいのが富士に富士にその35から 150mm のレンズをつけたらえっとね52.5から 222mm かなんかになるんですよ1.5倍だからクロップファクターで。 それめっちゃ使いやすいのよね、標準ズームとしては。ああ、ごめんごめん、望遠ズームとしては。富士の純正の XF55 から2 0 0ミリも使ってて、あれはあれでいいレンズなんですよ。なかなかいいレンズでは大したもんだなと思うんだけど、あのレンズは、えっ、ー、とね、広角が8 0ミリぐらいなのね、確か。結構ね、うってなるんですよ。うっ、つらいってなるんで、それが5 2ミリぐらいからスタートってなると、APS-C でも、あら、便利だなもちろん XH1 専用みたいになるけどね。 というふうに思ってますんで、XF55 から 200mm とリプレースで手に入れるのもありだなーっていうふうに考えておりますですね。えー、そのあたりにもまた行っちゃうかもしれません。まあ何はともあれですよ、270から 210mm の方、ム村ね、これこんな、こんなサイズ感で。って言っても F2.8 通しくれるて全然ちっちゃくて軽いんで、非常にいいよ。 ただオートフォーカスあんまり良くないからね、そこだけ、そこだけ動き物を撮る人だけは気をつけた方がいいです。それ以外については非常に気に入っているレンズですので、最後に作例を出して皆さんとお別れしようと思ってます。またね。